めっちゃおった今。あ、おるおるおる。何が取れる取れる。うわっぐらい40センチぐらいのがあそこにいてます。うわ映像があるんだよ。まさにね、ガサガサなんかあるんだよ。ふふふ、アメリカザリガ。よっしゃ、日本人の皆さん、どうもはじめまして、ガサガサの鬼ことね、高橋です。今日はこの辺のね、その辺に奥川になってるんで、まあなんかちょっととんでもない生き物ね、捕獲していこうかなと思うけど、なんか匂うな。いねえか。にしてももうあったかい夏だな、これ。もう真夏だよ。この雰囲気。30度超えてるな。あれ、ガサガサのおじさん？あ、ちょっと撮ろうか。生き物大好きです。ああ、ちょっと一発でかいさ。絶滅危惧種いるかな。タガメとか、ウグイスだったね。あれウグイス、ホウホケキョだね。いろんな鳥がいるな。これもうちょっと奥行くとね、いろいろおるんだわ。結構なんか何でもいいよ、行き。あ、待って待って、ほら水がある。もうこっからポイントなんだよ。こういうとこタガメがおるんだわ。何おるかわからんで、ここ。坊主だな。ちょっとこの辺もガサってこうか。タガメがなんか来とるで、これは。足の周り、カメもおるかもよ。なんもおらんな。ほら、こういう綿があるでしょ。綿虫。あら、変な虫いっぱいおるな。だこれ、綿虫だ。綿虫なの、本当に。綿虫ですね。本当に掘るの、そんな。いや、わかんないです。綿虫って何？これなんかワニとかも出そうな池だな。ちょっとこの沼、いや、沼沼沼、沼がある。これなんかおるやろ。カットしといて。沼が沼沼。なんかおるだろう。でもちょっと綺麗すぎるかもな。ほら、ヤゴおるね。おっとるぞ。おった。エビやろ。ガサ言ったで。アライグマか。マムシもおるでな。こちらから川出るか。え？こちらから出るか。なんかおりそうなんだけど意外にいないというね。お、なんか生命反応。あ、穴開いとる。セム、うなぎの穴ある。うなぎ。これ見や。そこ、うなぎかよ、これ。これうなぎの穴やろ。あ、これはおるやろ。ちょっと指突っ込んでみてよ。いや、いや、誰か突っ込んで。俺は余裕やな、そんな。いや、多分ザリガニの穴だわ。どこどこどこ、これこれ。あ、本当だ。なんかおるかな。多分、いやいや、ザリガニ、ザリガニの穴だ。これ、いっぱい穴があるな、これ。これザリガニ、あ、ザリガニの穴いっぱいあるぞ。こっちこっち、ザリガニの穴だ。ほら、これザリガニの穴がでかい。危ないよそれ。うわぁ、ちょっとザリガニの穴、あれあれ、これもそうだ。ザリガニの穴だよ。水の中におるってことは、水中の生き物しかおらんから。ああ、カムもまあおらんと思う。ザリガニ、こっち穴開いとって繋がっとんだわ。お、入らん。ザリガニの穴だわ、多分。硬。ザリガニの穴で奥の方におるわ。あ、UFO 千万。あれ、これこれこれ、飛んどる飛んどる、 UFO UFO。今飛んどった白いの。これか。UFO UFO、ほらほら。これ UFO、 みんな。未確認飛行物体、ほら消えてった。あれが UFO なんだよ。大群が来とった UFO の。あ、UFO。どこどこ。UFO UFO。どこどこ。うわ、おるおるおる。未確認飛行物体、ほら。UFO、 あれあれあれ、ちょっと新聞社で話したい。あれ UFO やん。 UFO ですね。ほらほら、この白いの宇宙人だって。この間見た、アメリカの米国防省が宇宙人の存在認めて、 UFO の存在認めたんだよ。あ、なんかニュースになった。ヤフーニュースで宇宙人がいることが確定した、これで。いやー、怖いですね。うん、米軍が認めたんだよ、未確認飛行物体だと。いやいや、だからあれ公式にだって、公式にやっとるよ、ね、ロシアの大統領も言っとるよ。
それはね、混乱させる宇宙人が来とる、混乱させるためとか言ってた。おるおるおる、ここ穴あるじゃん。これはいるだろう。うわ、汚ね。これ汚ねえぞ、ここ。あんまり木じゃないね。まあ、行くか、しょうがねえ。ドブ川みたいになっとるやん。あ、これ取れんパターンだ。もう汚ねえもん。まず生命体の匂いゼロ。はい、どこやって、お、取って取って、どれどれどれ、どこどこどこ、見える、見えんよ全然。取ってよ、だから取ってよ、取ってよ、取って取って、小魚小魚、あ、ちょっと待って、何、シュリンプ、でかいシュリンプ、ど、手長エビか、手長エビ取れよ。これ入ってた、これどれや、どれや、どれや、先っぽに、俺、俺のこの先っぽ、この太郎の、あそこ岩の、そうそう、なんか入ってたよ、あそこに岩どかすぞ、うん、ザリガニや、多分ザリガニか取って、網で取って、うん、でかショリンプだったわ、手長エビかも、行くぞ、待った、待った、おったおったおった、行くぞ、おった、ザリガニよっしゃー、やったーやったー、どんどん、はいはい、ザリガニ、ザリガニの、じゃ袋、袋、入れ物入れ物、すげー、おるやろ、やったー、これセブン、ちょっと喜んでよ、おらい、今取ったな、これ恥ずかしいぞ、50が50歳のおじいさんが、うわーって、この穴見てみろよ、これザリガニの穴なんだよ、ここの穴あるやろ、今たまたまそうだって探してみよう、うわ、これ取れるぞ、ザリガニいっぱい取ろう、これもでアライグマにまたあげないか、アライグマが勝手に食いに来るうちに、いやいや、上におったよ、おるか、おいね、石をどかすといるんすよ、石、石の間におるだ、あれ多分、あ、なんか小魚が入ったかもしれない、入ったちっちゃいの、どう、確保しときゃ、これはちっちゃすぎるわ、いや、ちょっとここはね、汚染が進んでる地域で、もう明らかになんかドブ臭いです。で、ザリガニがいたけど、ちょっと魚種が少ないんで、すごい濁ってる、うん、ちょっとここは汚染が綺麗な場所じゃないな、もうすっごいなんかヘドロの匂いがするもんね。ただこういうとこにも生命はね、必ずいるんで、こういう石と石の間の穴の中にもなんか潜んでそうなんだけどな、意外にいないな、うん、ここはちょっと生命反応すだいぶ弱いな、なんか生命反応がないかな、汚ねえここマジで、臭いもんな、ほらいねえもん、エビもいないもん、おった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 、おったおった、ザリガニ今おった、こんな入ってった、こんな入ってった、岩の間に隠れやがる、結構ちっちゃいザリガニがね、今降ってみたらいて、穴の中でこれ取れんな、ここザリガニ釣りせないかんレベルだな、多分相当おるんだろうけど、岩の間におる、おったおったおった、あそこあそこ、あれあれあれ、あらあらあら、逃げちゃう、穴の中に逃げちゃう、ザリガニがおったのに、見える、わかる、これこれこれザリガニだろ、ほら見える、こうやっているんだけど、近寄るとピュッて穴の中に、ほらほらザリガニピュッと穴の中に潜って取れないという、多分これザリガニ釣りのポイントだな、あの当たり目でこうやって、ほらそこにもいる、穴の中入っちゃうから、取ろうと思った瞬間もう穴の中みたいな、取れませんっていうね、結構これ多分数いるぞ、ただ網では取れづらいポイント、あ、そうそうそう、見えたかな、映ったかな、今カメラに
ザリガニがスーッと歩いてくんだけど、このぐらいのがピュッて隠れるの。これは鳥からも逃げれるわ。ここだったら捕食されないわ。あー、ほらほら、でかい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 、ほらほらほら、でかいの、よっしゃー、よっしゃー、どんなもんじゃい、どんなもんじゃい、これ。あー、うわー、一撃、プロの腕前、これが。よっしゃー、これですわ。これがザリガニ、アメリカザリガニですわ。あそこおるの分かる、手があるやろ。うわ、マジ潜っちゃった。うわ、逃げられた。唯一今日自分捕獲したアメリカザリガニ、ええ、結構手が大きい。で、離して、離しなさい。この子は機関子だな。離さへん、これ。離さへん、ほら。噛みついたら死ぬまで離さへん、ほら。アメリカザリガニ、これですわ。これが雨のザリですわ。え、オスかメスか、オスっぽいな。ちょっとケツ見せて、この顔はやばいな。なんでこんなヘドロの匂いすんの、ここ。ずいぶんこれは20年前30年前工業地域で、なんちゅうの、工場のヘドロとかを流してほったらかしたっていう結末じゃない、これ。なんでこのヘドロ臭いじゃん。臭い、なんか本当に毒の匂いがする。ただザリガニはね、この子はね、どこでも生き抜く子だから、汚染が強いところでも生き抜いちゃうんだよね。すごくここでも広くて綺麗ないい場所ではあると思うんですけど、おお、彼らも取ってるな。2匹目、ザリガニ君。喧嘩か喧嘩か、お、喧嘩か喧嘩か喧嘩か、危ない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 、喧嘩になる。トム食いするからね、ザリガニは。なんかまだこの子たちでもちっちゃいザリガニだな。お、思ったらなんか変なのがいる。あれ、マツモムシ、何ですかこれ。いつも捕まえるけどなんかよくわかんないんだよな、この子。なんていうんだろう、ね。そしてなんせ今回の取ったかい。何取った、俺もザリガニ取ったで、一人で。どうした、何を取ったんや。何や、いきますよ。なんや、うわ嬉しい、入れて入れて、いきますよ。おう、はい、うわぁ、すっぽんか、おい、いやーい、どうやった、ちょっと待って、秋山さん見つけたんですよ。ミドリガメか、ミドリガメ飼育しよう。お前見つけた俺が、もっとちっちゃい子は、ちょっと、かわいい、めっちゃかわいいです。え、天然も、なんか将棋の裏棚みたい、やばい。え、網ですくえたん、手で取りましたね、足元に置いた。緑がめえな、なんかいいでしょ、めちゃめちゃ、これ、わかった、これは飼育しよう、ゼニガメと一緒に飼育しよう。ダメだ、見分けなっちゃう。いや、大丈夫大丈夫、自然の天然のもんだから。よっしゃ、ザリガニと一緒にしたら食われへん、大丈夫、大丈夫、いただきよ。まあまあ、ちょっと見とったけど、別にしとこうよ。なんかザリガニに嫌やん、戻ってきたらこいつザリガニに食われとったとか言って、うわぁ。あとこんなもん、これだったらさっき捕まえたタガメだったら食われるで。あ、そうだね、タガメがカメ、そう、タガメがね、あのカメを食べとるね映像があるんだよ。この3人でガサガサなんかあるんだよ、だから。
やっぱり歩か足を使って歩かなきゃダメじゃないか。そういうことなんだよ。せいかちょっとすごいなこれだけど、これだと。ただただ今回のはザリガニあり、冒険あり、アドベンチャーあり、そしてなんとこの緑ガメのキューちゃん。キューちゃん、うちのほらカエルのキューちゃんやで。ちょっと待って、その隣におるなんだこれ。水スマスみたいなやつ。これなんだこれ、寄生虫かこれ。あ、わからんな。なんだこれ、変な寄生虫。なんだこれ、高橋モロコ。また新種やこれ、気持ちの悪い微生物。隣にいたなんかネズミカマキリ。ネズミカマキリって。そしてこれ、こいつ名前何する。何ですかね。ジローでしょ。違うか。いや、ジローでもいいですよ。いや、これスッポンのタロウとジローでも。ああ、そっかそっか、おるのか。これだって500円玉やん。ちょっと500円玉ない。皆さんいいですか、今捕獲したカメでしょ。これ500円玉。この比較一緒ですね、大体ね。サイズとだこれ。亀に縁あるな。あ、いいこと。これはゼリーが入ってくる。あ、これ500円玉の、これ300円にしようかな。これいいじゃん。これかわいいですね。もう一品取ってきてよ。これやばい。いや、これほんとちっちゃい。ほら、指との比較。ミドリガメだね、間違いなく。ちょっと貴重な生き物なんで、これは感動ですよ。はい、これはかわいいね。うわー、かわいい、かわいい、ベイビー。これ去年生まれたんかな、今年生まれたんかな。今年4月だから多分去年生まれて年越したって感じかな。これはこの子はちょっとゼニガメの兄弟にしよう。3兄弟、カメの3兄弟。うん、ゼニガメが2匹いるんですよ。その子たちは1年ちょっとなんだけど、もうこいつよりちょっと大きいけど、ゼニガメとこの子を一緒にしてカメの3兄弟っていう、うん、で長男がコウキで、次男が大輝で、三男トモキっつってね。今度4男ヒメキみたいな、うん、お父さん私シロみたいな形で行こうかなみたいな。そんな感じ。自分カメ大一家のファンですからね。あー、これカメ買って、これこれ三男だかトモキだな。これトモキ、トモキだ。ああ、トモ。ああ、これかわいいな。これはやばいな。これめちゃくちゃちっちゃい。こんなんなんだね。はーい、ということでまだまだガサガサやってきますけど、またなんかビックなもんが撮れたら動画撮っていきます。はい、じゃあここなんかいいんだ。これてんてもない。これ天然ザリガニ。これだってうち持って帰るとさ、最近うちにアライグマが連発で来ててさ、マジでめちゃめちゃ嗅覚が鋭いのよ。めちゃめちゃグリーンウォーターのとこに、そこにザリガニ入れといても、そこに鼻突っ込んだら多分分かるんだろうね、匂いで。もうザリガニパーンってグリーンウォーターの中から、こんな深いや40センチぐらいの水深があっても頭突っ込んでアライグマバーン食べちゃう。しかもね、アライグマが食べるところってこうやってザリガニがあったらね、頭のこの辺とか手とか食べないんだよ。ここの身の部分、要するに俺らがエビの天ぷらみたいにして食べるじゃん。そこだけバグッとこう切断して食べて頭捨てるみたいな、そういう食べ方。ああ、だから本当贅沢なアライグマうちに来てるのね。野生のアライグマ、正直毎日毎日ね、庭にねアライグマがやってきてね、困ってます。はい、まあ、アライグマがうんこはしてくわね。うん、で今度俺がこの間アライグマと会ったらね、めちゃめちゃ威嚇してきてね、俺に対して「うー」みたいな。ああ、ほんでも俺と友達になろうよって、まあ、パーッと一発で手なずけちゃったわけなんだけど、このアメリカザリガニってこれくれやばいでしょ、ほら。そしてこのトモキ、三男坊のトモキ、トモ、これはやっと、これは嬉しかった。本当におじさんたちあそこでなんかやっとるな。あそこでね、ザリガニがめちゃめちゃおるんだけど、岩の間にマジでピュッて隠れるのよ。取った？取れたんか、取れたんか。うわー、よっしゃ、飲んで
どこにおった？いやこれね、これめくると1匹めくってめくって100匹取ろう、100匹入れていい、ナイスナイスナイス、いやこれ100匹、よし100匹取ろう、これ見ておきますよ、 めくりますよ、うん、めくるとおるんですよこれ、手気をつけてね、マムシとかおったらいかんで、ああ、じゃあめくってめくって、あ、これ干潮とか満ち引きがあるんかな、そうそう、ここなんかね、ちょっと海っぽいな、匂いが少し塩臭いよな、うん、海が近いんか、ここ、こっち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 だ、こっちこっち、じゃあよ、こっちだ、じゃあよ、こっちやって、こう汚れ仕事茶会しかできんのよ、危ない、うん、いや専務汚く汚いっつって、俺もどっちかって嫌や、こういうのやるぞ、好きなプロだね、こっちは広目がいいでね、カメとかも見つけてほしいな、スッポンの子供とか、スッポンの子供なんかちっちゃい500円玉ぐらいのおらんか、いやです、おらへん、いやもう丁寧にめくっていかなあかんわ、で石の下に隠れちゃおるよ、大体石の下おる？多分ね、こうめくるとね、動くんすよ、あ、なんだ、違った、これはカメおらん？カメ欲しいですね、ミドリガメの子供ってめっちゃ可愛いし、あの子トモキって名前にした、うん、だからもう長男、あのポンとパンとか言っとったけど、あれ後期と大輝と、あー、そうなっちゃうんすか、意外でも大輝がものすごいでかい緑亀だからな、あ、すげえ動いた、どこや、これはおるぞ、どっかおった、これね、隠れるのが早いんだよな、でしょう、ほんで岩の間にさ、そうそうそう、ピューって行っちゃう、あー、今おった、いましたよね、今おった、ほんで手前手前手前、ミッキーの足元の方に、あー、取れた、あー、シャイシャイス、手がちっちゃい、これは手がちっちゃいっすよ、やるね、この泥の中におるんだな、まだ取ったん、どれ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 、これ変わんでもおるね、おるな、これもう池はもうこれで、これでも餌つけた海でやったらね、タイが釣れるのよ、マジでザリガニでみんな釣っとるよ、ここにポーンってザリガニで釣れるのよ、タイとかチヌが、まだおった、隠れるんですよね、こういうとこに、すごいな、チャガエフザリガニおじさん、でもやっぱりさ、向き不向きでさ、やっぱ人それぞれ才能あるね、まあそうっすかね、手治ったん、手、あ、そうだ、痛いっつったけど治っとる、血行が良くなって良くなったね、すげえ、アホだもんね、もちろん、いやだから、でも当分安静にしとかんと、そうっすね、ちょっとこういう、まさかこんなとこにっていうと、あ、今隠れた、マジマジ、おるおる、おった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 、ほら、うわ、こっち下下下、穴穴、あー、こんな手かんで、でかい、これ、取って取って取って、あ、逃げる、バカ、取って取って取って、専務あれば入れ物は、よっしゃ、痛いやめろ、これダメ、じゃどうした、卵持ってる、これどこや、卵、繁殖させよう、どこどこ、ここ、これ卵、うわぁ、うわぁ、子供の以来に、久しぶりに見た、小学生以来、久しぶり卵生で、これはね、いっぱい産むよ、ちょっと全部こっち来て、こっち来て、あれで、うわ、ちょっとこれ、ちょっと水槽入れや、なんかあの、ノイチョウみたいな、ブルーベリーみたい、これキャビアじゃないこれちょ、これこれ、ちょっと刺して俺も、やばいって、今日ちょっと、結構いい感じやね、ザリガニ取れちゃった、毎回噛み替えになっちゃって、え、なんかおった、おったよ、メダカとかね、いろんな場所に、ちょっと、連れてって、連れてって、バスでかかった、うん、でかい、嘘嘘、え、中学生？小学生、何年生？6年生、よっしゃ、行こう行こう、ちょっと連れてっておじさんを、これね、やばいって、どの辺が近いかな、近いよ、すぐあそこ、マジで、ブラックバス何センチぐらい、40センチぐらいのがあそこに止まって、うわ、ちょっと行こう、バス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 、海とかなんかガサガサの、うん、そうそうそう、YouTuber、あ、そうそう、タコのやつ見てくれた、あ、はい、あ、知ってる、あ、あの人、あの人、あ、はい、後ろチャンネル知っとるって、あのタコを撮ってるおじさん、うん、そう見てます、あ、見てくれてる、うん、視聴者おった、見てくれてるって、ありがとうございます、タコ見とるって、タコを撮ったとこ、うーん、よしよしよし、行こう行こう行こう、どの辺におった、セム、あれルアーがあったら釣れるかもしれんで、あ、バスおるんや、ここちょっと釣りに来よう、今度
釣りとかやるの？はい、ここでかいの？下うわ、バスおる、バスおる、なんやこれ。ちょ、セム、網急いで急いで、バスおるで。さすが、今俺が救うわ。いや、ブラックバスだ、すぐそこで今止まっとるから。40センチのバス、近寄らんで、逃げるで。俺取るわ。静かに静かに、ブラックバス、ブラックバス、よし、俺がやったら、静かに。バスおる、バスおる、バスおる、取ってな、ブラックバスがさかさで。頭から行った方がいいかな、ケツから行った方がいいかな。行くぞ、行くぞ。あー、逃げた。あー、逃げた。バス、俺ね、持ってないんだが、バス逃げた。いや、めっちゃ教えてくれた通りおって、40ぐらいのが。ほんで、こうやってやって、やっぱりカメラをこうしてないかと。カメラ持ちながら、こうやってやったら、なかなか難しいと思う。メダカとかいっぱいおったで。あ、おったおった、今めっちゃおった今。あ、おるおるおる。何が？取れる取れる。うわ、うわ、オイカじゃないこれ。オイカ持って帰る。ちょっと持って帰ろう、これオイカだよこれ。オイカの子供。オイカの稚魚だ。あ、これ、うん、あのそうか。オイカっぽいな。そう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 、オイカっぽいで。なかなか貴重。ちょっと待って、こっち来て。構えておじさんだよ。チャガイフさん。はい。今日、下の名前かなんか、あの芸名かなんか。いいよ、適当な名前でいいよ。田中です。あ、田中さん。田中康生さん。あ、田中君。違う。いや、すぐ家は近くなんで、うん。あ、この辺な。近所の。いや、茶がよね、はい。この田中君が小学校6年生なんだけど、はい、知ってたって。誰を？あなたを。タコの人ですかって言ってきたから。マジで？マジだよ。本当に？本当。あ、ありがとうございます。初めて。何が？知り合い以外で知り合い以外で初めて見たことあるって言われた。いや、いきなりタコの人ですよねって言うから、あ、知ってるんだって。うわー、ありがとう。まあどんどん見て。あ、じゃあチャンネル知っとるってことか。あ、はい、あ、すごい。あ、チャンネル登録じゃあしてください。あ、でも携帯持ってるのかな今のこと。あ、お父さんの。あ、お父さんの買い取る。ああ、じゃあお父さん今日この人たち見たよって言ってそう、たまたまちょっと通りかかってね、そこ通ってさ、なんかいそうだなと思って、そしたら今足元に40のバスがおるわ。雷だろ。あ、これは危ない。田中康生君もう帰った方がいいよ。そうか、うん、ありがとう田中君。ありがとうね。どの辺におる？マジで友達と行ったら一回来ます。ちょっとこれ釣らないかんな、バス。あそこのとこのとこ全部通したら釣れるな。握手してありがとうございます。ありがとう。よし、ありがとう田中君。 YouTube ももっと作る。はい、ありがとう。ということで、田中君の手柄で、そうですね、このザリガニトレイルは一番すごくてね、ブラックバスだわ。マジで逃げられた。持ったんですよ、これ。ここら辺持ってる。これザリガニ餌にして投げ釣りしたら釣れるで。ここで。ルアーで釣れちゃう。ルアーで釣れちゃうな。ちょっともう一回ガサってみて。田中君の会はやったな、これ。田中君の会はやった。うん、やっぱりパッと気がついたとこ寄ってみるもんだね。なんかいそうだなと思ったのよ。あ、ありがとう。でもチャガエフのファンっぽかったな。そんなことない。俺が何度喋っても俺には目合わせんけど、チャガエフの方を見て握手してくださいみたいな話で、あのタコの人ですよねみたいな。チャガエフファンやったの。俺高橋カブラですけどって言ったら反応弱かった、ね、今の子。カブラだもんじゃないですよ。カブラって誰ですかみたいな。それよりあのタコのおじさんを置いて、チャガイフ岩本を置いて握手してくださいって。でも嬉しいでしょ。いや初めて、マジで。映像に出るもんと分からんだよね。いやいやいや、だからじゃあ、まあ、インパクトが あのチャガイフファンやったんや。ありがたいですね。俺も秋山さんって言われんかったもんね。専務と俺に冷たかったよな。変なおじさん二人だなって。っていうか、いやでも嬉しい。田中さんありがとうね。田中くんね、田中康生君。あの子今小6だけど、あの5年ぐらいしたら多分あのやってますね。あのあれっていうか、なんていうの、あの過去の恥っていうか、ブラック、ああ黒歴史。黒歴史。うちのメンバーのところだよね。あ、そうやな、うん、いやあのまま純粋にさてはやったなんだけど、10年ぐらい経って黒歴史。出ちゃったよ、まだ。子供時代の。まあでも顔が出てないからいいし、あ、まあ、あの子でも性格良かったからいいわ。素直な、なんか僕久しぶりに触れました、ああいう優しい気持ちの。だって俺の同期でさ、バスがいますよ、メダカがいますよ、うん、撮ってくださいよってで言ったら本当におるもんね。いつ気づいたんですか、そのチャンネル。
いやで話しとったらタコの人ですかって言うからえ何知ってるって言ったら見てますって高谷君あそこであの宣伝するかもね自分のチャンネルもあじゃがいき TV そうだそうだ浮かれちゃってクラスの子にってあじゃあちょっと嬉しかったいやなんかねいやは、うんまあ、なんかちょっとスターになっててみたいこうなってました、ね、うわこれ及川の子供かな一応これちょっと微妙やなうん、一応持って帰ってもいいし、まあ、逃がしてもいいけどまあ本当に嬉しいわ今日何これザリガニの死体何これカメがちょっとカメが欲しいです欲しいねやっぱりみんなやっぱ視聴者の人って応援してくれるからいいわあそこにいますよってもっといろんなの撮ってくださいって言ってくれたよ、ねうん、おお茶会そこかここもなんかいるかもなここは何あ、アセーンだえ、これあ、これコンクリート中古でありがとう今日いろんなドラマあったね朝から一日頑張ったけどさ朝初め開始3時間何も取れずにそっからメダカ取ってザリガニ取ってカメまで取って最後田中康介君もいろいろな田中君いろいろ教えてくれたああいい出会いでしたね今日家族に乾杯ちょっと雨降ってきたカメラこれ帰ろう帰ろう